もう目の前で取れたものが最高に美味しいですね。美味しい魚を毎日口にしてるんですけれども、その美味しさを皆さんにお勧めしたい。自分たちの先代先々代ぐらいから土を育てて、で一生懸命切磋琢磨しながら作ってるんで、いろんな人にぜひ食べてほしいですね。